ピンポンポンポン。お、聞こえてる？聞こえてたら拍手して。ありがとうございます。本日の水野風の生誕祭にお越しくださりありがとうございます。本日の主役、本日が誕生日、水野風乃です。いくつか注意事項などがあるので皆さんにお伝えしたいなと思います。まず、公演中は携帯電話をマナーモード、さらにフライトモード、機内モードにしていただけるとマイクに支障がないので、マナーモードだけじゃなくて、機内モードに、ね、していただけるととってもとってもとっても助かります。今のうちに設定をしておいてください。そして、撮影可能コーナーというものを設けようと思うんですけれども、こちらは静止画のみとなっております。撮影可能のタイミングは私、水野のソロコンテンツが始まってからとなっております。ですので、このタイミングから撮影 OK だよっていうのはお伝えするので、その話があったらね、みんないっぱい撮ってくれたらいいかなって思います。もう今日はね、水野が主役なので、水野だけを撮れるレンズを持ってきてくれたと思うので、水野だけを可愛く可愛く撮ってください。そして可愛く撮れた写真はハッシュタグラジ女写真館、ひらがなラジで女写真館漢字で投稿していただけると水野が見に行くので、目がパッチリ開いてて、まあまあどの瞬間切り取っても全部可愛いの分かる、分かるよ、分かるんだけど、だけども、いやこれは可愛すぎるっていうものをぜひあげてほしいなっていうふうに思います。そして一番重要なこと、今日皆さん全力で楽しんでください。皆さんのコールが、ね、あると水野とってもとってもとっても嬉しいので、皆さんのコールやペンライトなどなどとってもとっても楽しみにしています。この後水野風の生誕祭開演です。皆さん盛り上がる準備できてますか？声が足りないよ、盛り上がる準備できてますか？もっともっと、最後に大きい声で、いい調子ですね。でももっといけると思うな、水野。ちょっと開演までにね、喉を温めておいて大きな声出せるようにしておいてください。開演までもうしばらくお待ちください。ビガソニャー、待って待って、何、まあいいや、聞かなかったことにしますね。ビガソニャー、やだ。はい、じゃあまあそうやって遊ばれてますが、開演までもう少々お待ちください。水野風乃でした。
でチェンジビューティフル3曲続けてお聴きいただきました。イエーイ。改めましてこんにちは、私たちラジオ女子です。まずは自己紹介させてください。はい、三重県出身24歳、イメージカラーは青色、一期生リーダー小松里穂です。里穂さん。はい、愛知県出身、イメージカラーは赤色、22歳太田あかりです。あかり。はい、愛知県出身、18歳、イメージカラーミントグリーン、松浦凛です。リリー。はい、愛知県出身、15歳、イメージカラーは白色、白川さやです。さや。はい、愛知県出身、24歳、イメージカラーは桜色、南波瀬奈です。社長。はい、岐阜県出身、今日で22歳、イメージカラーは黄色、6期生水野風奈です。この6名でお送りします。最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで皆さんお集まりいただきありがとうございます。いやー、かわいいでしょ。私かわいい、マジでかわいい。もうこの衣装は特注というか、私がこうなんて言えばいいんだろう、あの衣装さんにこういうデザインでお願いしますってお願いして、こういう感じで、デザインを考えて、イメージを伝えて作っていただいて、髪飾りもなんかうさちゃんにしてみたりとかしてみたんですが、どうですか？そう、さあや見てみて、これうさちゃんみたいですね、かわいい。褒め言葉？褒め言葉、褒め言葉。衣装で言うと、みんなには、あのラビット衣装、うさちゃん衣装着てもらって、はい、それこそさあちゃん初めて着るんだよね。初めてです。どう着てみて？あったかいです。ポジティブだね。え、暑いとかじゃない？え、正直今どうですか？デロ暑だよ。脱ぎたい、本当に。そう。ね、生誕だから、もう正直曲数あるんで、頑張ってください、皆さん。ね、あと、髪も染めました。あー、かわいい。黄色とか緑とか紫とか青とか、うん、なんかいっぱい入れてみたんだけど、まあこのねエピソードはラジコイでね、そうですね、話すので、うん、はい、あのこれがどのようにこうなったのかぜひ聞いていただきたいなというふうに思います、うんうん、はい。皆さん入場特典受け取りましたか？なになに？今回トレカを作りまして、ウェーイ、はい、してざわざわしてる、みんな出してよ。あ、そう、トレカにもうしまってくれてるサインと、わー、もうスマホに、ありがとう。そう、なんかね、サインとメッセージを書いたから、ぜひ皆さん、もし受け取ってない人がもしいたらね、言ってくださいね。あ、ありがとう。なんかグッズ撮影っていうのを初めて行って、なんか本当に普通にプライベートやのに、なんか写真館に行って、セルフ写真館みたいなところに行って、うん、普通にプライベートなのに髪もなんかセットしてもらって、すごいよね。だから、その後クラゲヘアで街を歩く気まずさ、ライブ終わりかな、その可愛い感じで歩く、しかもその格好を普通に私服で着てるから、なんか今日ライブ参戦する子なのかなみたいな見られてて、もうそういう顔で歩いてた。出る側じゃなくて、え、そう、多分衣装がね、そうそうそう、そうなんですけど、可愛いもん。ありがとうございます。すごい、さすがですね。あの最初の3曲は可愛いメドレーにしてみたんですけど、伝わりましたか？ラジオの、おお、嬉しい、イングリッシュ。ラジオの可愛い曲。リミンどうだった最初？最初？この3曲可愛いメドレー。え、めっちゃグーです。グーだった。え、英語なんだ。英語じゃないとね、やっぱイングリッシュマンなんで。影響されてるの？グーとでした。はい。そんなね、グーなあの3曲続けたんですけども、この後はですね、私が SNS でちょっと匂わせさせていただいてた楽曲に移ろうと思います。後半戦もまだまだ盛り上がっていきますか？じゃあ後半戦に入るということで、メンバー呼びたいと思います。メンバー、イエーイ、皆さんまだまだ盛り上がっていきますか？イエーイ、いけますか？イエーイ、いけますか？イエーイ。それでは聞いてください、準未来。作る
踊る愛は見生誕祭以上となります。以上私たちラジオ女子でした。ありがとうございました。ばかり弱いんだけど思い出してあの日に限りない今邪魔でき
一人で歌う曲ではなかったかもしれない。はい、水野風のソロでラビット立つ未来聴いていただきました。はい、ということで衣装チェンジしてきました。生誕衣装です。皆さんゲットしてくださってる方、来てくださってる方、ありがとうございます。生写真にねサインを書いたりだとか動画を撮ったりとかもしたんですけど、ぜひお家に帰ったらゆっくり見てほしいなっていうふうに思います。かわいい T シャツ、去年は同期のあやねちゃんにデザインしてもらって、一昨年は地元の友達にデザインしてもらって、ちょっと自分でもやってみようかなと思って、さっき言ったグッズ撮影した写真とこのこういうのやったんですけど、最初第1案みたいなやつはめっちゃダサくって、なんか色合いがごちゃごちゃしすぎてて、なんか違うわと思って、またまた同期のあやねちゃんに写真送って、なんかダセんだけどどうにかなりませんかって言って、なんかそしたらなんかすごいなんか、ね、さすが色合いはなんか3つにまとめるとどうのこうので、この色がああだからどうのでみたいなこと細かく説明してくれて、可愛い T シャツに無事になりました。ありがとうございます。ということでね、まあ生誕祭恒例といったら恒例になるのかもしれないんですけど、一人でねまあ喋ろうかなって思うんですけど、今年22歳に今日で22歳になりまして、大学4年生となりまして、4月からは晴れて新社会人となります。はい、なんだっけな、7周年公演でも言ったんですけど、社会人ってことはざわざわってなる人もねいるかもしれないんですけど、私はずうずうしく来年度以降もいるので、水の推しは安心していただきたいなっていうふうに思います。そうですね、ラジオ女子加入して4年になりまして、こう、まあ、ラジオ女子っていうことでね、ラジオもさせていただいてますし、こうやってライブの活動もさせていただいてますし、特典会ではねみんなでお話ししたり SNS を更新したりとか、すごくね私は言葉というものがすごく大事にしていきたいなって思った1年でした。そうですね、私はせっかくこの人間というものに生まれ、言語というコミュニケーションツールを使って人とね意思の疎通を図ることができているのだから、なんだろう、その言葉っていうものは人をあったかい気分にさせたりとか、笑顔にさせたりとか、なんだろう、幸せにさせてあげるとか、そういう幸せなツールであるべきだっていうふうにすごい常々思ってるんですね。でもやっぱりこういう活動をしていくと、まあ、いろんな方との出会いがあって、まあそうじゃない言葉も正直いただくことがあります。これも去年も言ったかな。だから、そうですね、こう最近すごく傷つくこととかもあって、なんだろうね、なんだろう、早くやめた方がいいみたいな声だとか、こう挨拶太いなっていう声だとか、そういう声もね正直聞こえています。はい、でも私はそれに屈したくはないし、そういう言葉を聞いたからといってそれをなんていうの、反面教師としてこう受け取りたいというか、それがすごく傷ついたからこそ、私は本当に誰のことも傷つけたくないなっていうふうに本当に思っています。だから今日集まってくれた皆さんはもう黄色のペンライトをね振ってくれたりとかして、全員仲間だと思って言うんですけども、私もそうですし、ラジオ女子のメンバーもそうですし、本当に普通に皆さんのね、会社の方、学校の方、お友達、ご家族、本当に誰のことも傷つけないでほしいなっていうふうに思います。そんな気がなかったとかね、まあよくあるんですけど、水野はそれでも良くないと思う。当たり前のことをずっと言ってるだけなんですけどね。そうだから、今日歌ったファーストラビットっていう曲が、傷つくたびに大人になる、こう、そう、涙流して胸痛めてそれでも夢を諦めないファースト、最初の先になろうっていう歌詞なんですけど、そうですね、傷ついた分諦めるんじゃなくって見返してやるというか、その分こうちゃんと分かってくれる方ともっと出会いたいっていう思いがすごいあるので、今日はこの曲を選曲させていただきました。この曲を知ったきっかけは、私と大の仲良しのね1期生の卒業された緑の方がね教えてくれた曲でもあって、そうですね、傷つ、なんだろう、いろんなことがあったから、なんだろうな、高校時代担任の先生とあんまりうまくいかなかったとか、いろんなことがあったから、こう傷つくことには慣れてるっていうか、もう大丈夫かなって思ったけど、あ、意外とすっごい傷つくことってあって、あ、もうこれは21とか22とか23とか関係ないなっていうふうに思ってます。だから
もう本当に10回でも20回でも30回でも言うし、もうそんな話いいよって思うかもしれないんですけど、皆さんは言葉で人のことを笑顔にできる、温かくしてくれる人になってほしいなって思うし、水野もそういうアイドルになれるように、まあ、これは本当にもう至極当たり前のことなんですけど、そういう人間になりたいっていうのが22歳の目標なので、こう温かい世界になっていけばいいなって思いますありがとうございます。はい、あ、そう、でもなんかネガティブなことも言っちゃったけど、大半、水野大半超ポジティブだから、みんなからの声聞いて、え、可愛いって言われてテンション上がるとか、え、今日めっちゃ褒めてもらえて嬉しいとか、なんか、え、今日なんかおはようってみんなリプしてくれるじゃん嬉しいとか、日常の些細なことでめっちゃ笑顔になるし、ライブでね、こう皆さんの顔を見ててめっちゃ笑顔で見てくれるじゃんっていうなると、なんか笑顔を与えてるはずが私たちまで笑顔をもらっちゃって、なんかもらってばっかりだなみたいな、幸せな気持ちにさせてもらってばっかりだなって思うし、こうライブがあるってなると、うわっこの人に会えるかな、うわっ今日は黄色のペンライト何本見れるかなとか、こうコールフーダーの声今日大きいかなとか、すごいワクワクしながらこう会場に向かってるんですね。だから本当に皆さんの、こうリスナーの皆さんは本当に私を元気にさせてくれる存在なので、これからもいっぱいポジティブに楽しく明るくいきましょう。以上です。はい、ね、みんななんか手紙とか持ってくるんだけど、水野は手紙も何もないから頭の中で組み立てながら喋ったんで、うまく喋れてるかわかんないんですけど、伝わりましたかね。ありがとうございます。ということでアンコール、本当に本当に最後ですが、まだまだ盛り上がっていきますか。朝起きたらもう起き
未来特別バージョンでお送りしました。イエーイ。いや、最後ははしゃがないとね、やっぱり、うん、はしゃいだ。みんなボール持ってる？なんか1人5、6個持ってる人たちもいますよ。それはちょっと分けてそれはちゃんと分けてね。もう本当に、うん、絶対に大丈夫な数多分用意したから、うん、もし持ってない方とかいたらちゃんと分けてあげて皆さんの優しさを見せてください。まだ表示ビシッてされたな。おお、はい、それでありがとうございました。ありがとうございます、はい、楽しかった。セトリを振り返らせてもらうと、はい、今日ラビット何回やったか分かる人？何回？4回何人か違ったよ。一番最初にセリフカットラビット、うん、そうね、本編最後にあの普段通りのラビット、うん、でアンコール1曲目に水野ソロのラビット、うん、一番最後に、サインボール投げまくりラビット、スペシャル、スペシャルやフィーバータイム、はい、ラビというのも、まあ、水野の去年の生誕祭で最後に、うん、あの重大発表ということでこうスタッフさんが用意してくれて、そしてりほちゃんがね編集もしてくれた動画で、あのぴょんぴょんという楽曲作ります、風のセンターですっていう発表があって、そこから1年経ちまして、うん、12月とかにねかラジコイでも追っていったりとか、クリスマス公演で初披露した。そうだそうだ、コケだもん。あずっこけ。これぴょんちょうどこの辺でね、ここでなんかもうでなんか前見えなくなってケープでね、ケープでね真っ赤になってたやつ。そうそうそう、そんなことがあったクリスマス公演で初披露をして、うん、今日ね初めてやるっていうことで、うん、初めては嘘、え嘘つき、サーヤが初めてだったって。あーサーヤだね。初めてだったりで、うん、そうだから今年の生誕は絶対ラビットをめっちゃやりたいと思ってて、うん、そうだからでもなんかやらんと全部一緒じゃ面白くないからっていうことで、うん、それこそ振付師のさゆ先生とかにご相談させてもらったりとか、みんなにもちょっとあのサインボール、ね、何個も結構な数なんですけどサイン書いてくださいってお願いしたりとかして、うん、すなちゃんどうです、楽しかったですか？めっちゃ楽しかったよ。迷うもんなんだね投げるが。さゆさ、うん、どっか行ってたよね、なんか壁に当てちゃって、あら、あ怒ってる、もう誰もいないところに投げちゃったので、ちょっとなんかやっちゃったなと、やっちゃって、やっちゃったんだ、ウールっぽくやん、みんなあーって言って、それで楽しい感じでやってみて、あっちゃんどうでした？え、すっごい楽しかったから、あの勢いよくこうやってやったんだけど、うんうん、勢いよくやるとなんか意外と近くに落ちるんだねっていうのをあの学びました。手離す瞬間が分かんない。そうそう、正面の人が顔にあったっていう感じでね、やってリンリン投げれた無事に。あ、めっちゃ投げました。めちゃめちゃ投げた、運動神経いいんで。おさすが、すごい運動神経といえばリッターも3つ余りました。欲しいよ。思った、なんか触ってんの、残ってる人他にいる。リッター投げましょう今、アピールアピール。だってリッターずっと落ちたびこうやってやってるの。投げずに捧げちゃった。リハでは全部投げたんだけど、そこでそうずっとこれやってるから。じゃあアピールしてみんな。アピールしない。私じゃない、フーナが投げたら。あ、黄色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 ね。お野菜みたいな色。じゃあ一個も持ってない人はいない。あ、一個、え、一個も持ってない。本当に言って言って、こんなに近くで東大の後ろにて、ね、どっち、ここに見た、ピッチャー、アピってアピって、はい、風の、ありがとう、ありがとう。1個も持ってないよ。1個も持ってない人。あ、すごいね、平和な。後ろ後ろ後ろ。あ、え、友達友達友達、私でいい、すいません。高校の友達、高校の友達、高校の友達エピソード喋っていいですか？喋ってください。水野、本当によく喋るんですよ、ご存知の通り。はい、してます。で、私よく本当に、うん、朝のおはようから帰りのバイバイまでずっと喋ってて、あの彼女は私の後ろの席やったっけ、私の後ろの席に2年生ぐらいの時になったんやけど、私が喋りすぎて彼女は成績落ちてしまいました。先輩やば、自分は国立行っといて。ほんとやん。あの、ふうなちゃんのせいで成績落ちたって言われたけど、彼女はもう本当に頭脳明晰なので、無事にね、あのちゃんとすごいちゃんとした大学に、あんま言えないよね、これに行ってね、留学もしてたりとか、まあ、それは置いといて、皆さん楽しかったですか？イエーイ。ありがとうございます。この楽しかった気持ちを胸にこれからも日常を励んでほしいなというふうに思います。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアフーマー。
バツナギです。え、かわいい。ウサギだ。最高。ウサギだ。かわいい。すごい。すごい、ね。よく考えるね。よく考える。すごい。赤ちゃん、赤ちゃんみたいにできる。ハッピーバースデー。かわいい。あ、ギフト、フルオブラブ&スパイスドビアヘア。特技イングリッシュ。初見の、初見の英語だから。ありがとうございます。おめでとうございます。すごい。え？やば、一緒に寝たらよく眠れそう。この世の万物を知りたいんですよ、私。知識欲がすごい。知識欲がすごくって今、なんかこの世で起こってること全部知りたいし、雑学とか、あとなんだろう、なんだろう。エンタメ、なんか昔流行ったドラマとか、うん、なんか芸人さんとか、なんやろ、あの昔こうセブンイレブンって7時から11時までやったからセブンイレブンやったよねみたいなこととか全部知りたくって、私あの令和ロマンの松井けむりさんがすごいんですよ、はいはいはい、そうですよあの詳しく調べてほしいんですけど、いろんなものを例えれるんですよ、これってあれみたいとか、これってなんとかじゃねえんだからみたいな、うん、それぐらい全てを知りたい、地球上のことを。なので例えになってないけど、はい、皆さんあの全てを教えてください、お願いします。これが抱負です。すごい、応援してます。ありがとうございます。いろんなことを教えてください、りほちゃんも、うん、はい、じゃあ皆さん得意分野をぜひ特訓してください。喋ります。はい、もう喋ることないですか。あとはもう特典会で思う存分喋らせてもらいます。二人きりで喋ってください。はい本日の水野風の生誕祭、そして誕生日は続きますが、生誕祭は以上になります。ここまでのお相手は私たちラジオ女子でした。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。ありがとう。